チェケラドのデジロンです。今回はね、ナナビの対戦ではなくてですね、まあ、ちょっとね、変な編成とか変わった編成で攻めようぜっていうコンセプトのね、大会になってまして、まあ、普通の編成で攻めてはいけないというね、ちょっとね、普段の対戦と逆のルールになっております。はい。まあ、カズマくんとね、ホッサンのコンビで、対戦相手はリキレスとダークスターのコンビでね、相手も非常に強いチームになっております。というわけでね、早速やっていきたいと思います。ホワイトくん、はい、というわけでね、やっていきたいと思います。順番の方はね、まあ、とりあえず攻められた順番通りに見ていこうかなと思うんですけど、カズマくん、いやーね、一通りね、全員のリプレイ見たんですけど、カズマくんもね、一度ね、僕もこの大会一緒に出たことがあるんですよ、カズマくんと。それもね、すげえ楽しかったなーとか思いつつ、結構ね、狂ってるんだよね、あのか、ね、平然とした顔でカズマくんもだいぶクレイジーなのでね。さあ、ここはまず天才で。超団大砲とマルチ IT を落としつつ、スニゴブでまずは外周を削っていくような形です。一緒に組んだ時もね、なんかババーチャー100体どころだったかな、なんかすげえ編成組んで一緒に変なユニットでね攻めてたりとか、今回もねこのジャイネクロぶっ刺さりでねめちゃくちゃうめえなと思ったんでね、ワンチャン実戦で使えるなんかアイディアにもなりそうなね、いいあれだったかなと思います。ここね、まずジャンプキング、この前紹介したんですけど、ルートライダー型もジャンプのキングが今流行ってるじゃないですかっていうところと、このジャンプもスニゴブもね、タウンホール目指すためのねスニゴブとしても使っちゃうんですよね。このジャンプめちゃくちゃうまい。で、援軍の方はこういう処理をしてあげつつ、タウンホールでまずここね、ちょっとインビジブルタワーの発動をしたいんですけど、なかなか狙えないんですよね。これがタウン起動まではできたんですけど、なのでここ一旦インビジブル使ってインビジブルタワーの解除を行うっていうね、面白いですね。ここまでしてあげないと、とりあえずタウンホールとインビジブルタワーの解除ができなかったというところで、ここでスニゴブを追加して、今ちょっとね、バネトラップ飛ばされちゃったところもあるので、追加のスニゴブ作りましたね。で、ここでなんとかタウンホールを破壊することができましたと。こうすることで、見てください。クジサイドが反対の防衛施設しか残ってないんですよ、もう。さあ、ここから、ジャイネクロ発進、プラス、ここ、レイジージェムを使うことで、だいぶ火力も上がるっていうところと、このウッドランチャーとクイーンの組み合わせで、ここはね、流してきたところもジャイネクロと一緒に進んでいくんですけど、クエイク揺らしたことでね、真ん中のところも突破してあげつつ、ヒーラー生み出して、ヒーラーをね、ウッドランチャーから出して、ここ、クイヒーとして使っていきつつ、中心部、ここ、投石とかも被るところを、ネクロのスケルトンとかもね、合わせてトームを打って、ロイヤルチャンピオンも一緒に入ってというところ、レイジジェムもついているので、この辺は、ロイヤルチャンピオンだったり、ネクロの火力も上がってるっていうところ、プラス、クイーンの方もこうしてね、ヒーラーがウッドランチャーから出たことで、最後まで生き残って、終点の真ん中シングル IT。これめちゃくちゃ理にかなってんだよね、このプラン。ガチで強い、これ。超頭いいね。めっちゃいい全開だなって思いました、今の。さあ、ダークスター。この人もね、めちゃめちゃうまいですね。この前のね、ウォームアップトーナメントの方でも参加をしておりまして、ナビとの対戦とかでもね、黒い星さんって呼ばれてましたけど。さあ、まずは突撃艦ストライカーを一気に飛ばしていきつつ、クイーンの方もね、一緒にここ入れてってますね。で、ここ、突ウィズですね。まあ、今、突ウィズとかほとんどやる人いないので、対策とか当然されてないっていうところでね、ここ、ウィザードがめちゃめちゃ強いです、ここ。突ウィズ対策されてるときはね、こんな美味しい配置ってほとんどなかったと思うんですけど、めっちゃ強いね、この突ウィズ。ぶっ刺さって中央がかなり吹っ飛びましたというところで、あとはタウンスニゴムでね、タウンホールを狙っていくような形で、さっきと同じですね。プラスここをスケルトンの呪文でターゲット取らせることで、まあモノリスあたりのところまで入っていくっていうやり方です。バルキリーとかも入れてね、リクスケルトンの対処をさせつつ、ここもレイジジェムがついていることでね、進行速度も少し速いと。で、もう1枚スケルトンの呪文があるので、時間差で打って、モノリスのターゲット、オデンゾのターゲット、この辺を絶対クイーンたちに入れないようなやり方をしていくと。アイゴルにも捕まってるんでね、時間稼ぎが本当大事ですね。で、この月にタウンホール、スニゴブでしっかり確保していきます。で、そうすると残った区画を今度は何で取るの？さっきはね、カズマくんはネクロで取ってましたが、ゴーレムバルキリーで拾いに行きます。これもね、面白いですね。外周部はね、バルキリーとウィザードと、反対サイドはキング穴開け2層してあげてっていうところ。ゴーレムからのバルキリーで、ここは対地クロスのターゲットをね、ゴーレムで拾ってあげることで、まあ、バルキリーにかかるターゲットっていうのが大砲とかウィズ島ぐらいになるんですよね。
そうするとバルキリーはもう数が多いですのでね、今この状況で、まあ、大砲とかは簡単に突破してくれるしっていうのを、上も下も同じような容量でね削っていって、で中央もすごい量のロイヤルチャンピオンからホグライダーと勢いがすごいですね、レイジージェム型で。残りは呪文を使って延命させてあげて、これも相当余裕の旋回になってるんですよね。まあ初手のトツビズのバリューもめちゃくちゃうまいし強いしっていうところと、最後の合わせ技もうまかったですね。さあこういうね見せプレイといえば、やっぱ星さんとかクラウスとかがね注目されがちですが、注目されてる中で見せ、ね、期待されてる中のアタックっていうのはなかなか難しいですからね。星さんのアタックさ、71天才ゴーレムペッカ、アイゴレ、スーパーバーバリアンというところ。まずは真ん中を天才で落としていくと。もうここもレイジージェム型ですね。ヒーリングトームみたいなのはこういう時にそんなに使わないからね。実戦で使うってなるとヒーリングトームの方が強いシーンは多いけど、まあ、こういうヒーローを主体として進ませるときはヒーリングトームよりもレイジージェムの方がね、いいことが多いですからね。ルートライダーもいないし。数で押していく戦術でもないのでっていうところで、さあまずはここ、あ、そうか、ユニコーンもレイジージェムついて回復量若干上がってんのか、これもしかして。これ強いな、どうなんだろう、ダメージだけなのかな。あ、でもヒーラーも上がるならユニコーンも上がるのか。ちょっと今回復量強いなと思ったもんな、タイチクロスにたげられた時の。さあここは、下からゴーレムのために穴開け入ってペッカ来ましたね。ゴレペッカで6時の区画を見ていくと。キング実、本当はね、まっすぐ進んで欲しかったんですけどね。まあ、この辺ね、ちょっと思ったようなコントロールにはならず、ストライカーも刺していることでペッカでしっかり6時サイド突破ができました。で、ここで一気のトームですね。バルキリも守りたいというようなトームになりました。バルキリーにしっかりかかるタイミングで打ってったことで、まあ、モノリスのターゲットをずっとバルキリーが拾ってくれてるよというところで、ジャンプが1枚あるんですけど、どうでしょう。さあここはクイーンのために打っていくようなジャンプになりましたかね。プラスゴーレムペッカもここで合流していって、ウォーデンが溶けちゃいましたね。裏からここはペッカを入れてって、ゴレペッカ、タイチクロスのターゲットというか、タイチクロスを折る係として採用されてますね。うん、これなかなか際どい HP のクイーンがタウンホールまで届いていって、ここはフリーズ、危ない危ない、もう次のダメージも入れたくないですね。うん、最速フリーズしっかり決めていってタウンホールまで突破、ロイヤルチャンピオン能力解放からなんとか全開と。キングがねまっすぐ進んだらもっと余裕の全開になったのかなと思います。さあリキです、もう言わずと知れたトライブのエースですね。クローン、インビジブル、ジャンプとかいろいろ入ってで、スーパーバルキリーとバルキリーとバルーンが入った編成になります。さあまずはバルーンをたくさん出していきつつ突撃艦を投げていくんですけど、これね、なんとタウンホールの真上に落としていくような突をガーゴイルですね、あ、ガーゴイルじゃない、ゴブリンから、ここクローンを使って突ウィズ両サイドタウンホール越しに削っていきます。これでタウンホールのみ残していくようなやり方をしていくと面白いっすね。タウンホール突でタウンホール取らないっていうのもなかなか新しいよね。ゴブリンの方でしっかりトルネードとかも解除しつつ、タウンホール周りにあったね長弾大砲とか火力の高い施設を全て吹っ飛ばしていくと。で、あのタウンホールは一旦放置しまして、で外周部でそうすると防衛施設のない状況でキングの処理ができるので、ここ外周釣ってキングを処理していくと。スーパーバルキリー使ってここは縦に施設、まあ、スーパーバルキリーも3体投入されましたね。レイジを置くことしてほしいというところ。さあ追加のバルーンとかも使ってジャンプ乗っけて、スーパーバーバリー、あ、レイジ来た、レイジ来た。で一気のトーム入ります。おお、援軍の方はラバハウンド珍しい。そしてこのジャンプウォールブレーカー来た、これめっちゃうまい。これ狙ったのだよね、狙ってるよね、そこジャンプかかってるから狙ってると思うんだけど、中央までこれウォールブレーカーで穴を開けていって、ロイヤルチャンピオンでねこれタウンホール拾いに行くんですよね、うまい。で初動はまずはこれフォックスがインビジブルで消してくれて、次をインビジブルで合わせていくと。でタウンホールしか防衛施設がないので、こうしてねタウンポイズン受けないようにロイヤルチャンピオンが上に進んでいくんですよね。でクイーンの方は中心クロークで、ウォーデンもね助けるような意味合いのあるクロークだったかなと思います。ヒーラーの方をつけつつ、
シングル相手にたけられてるのでね、ウォーデンがね、先に落としていくところで、倒していくことで、ウォーデンの方も延命していきつつ、で、残ったところね、ロイヤルチャンピオンがまだ能力残ってる状況でという形、うまいね、これもね。で、フォックスが消えて、ターゲットまたずれて、で、ロイヤルチャンピオン能力解放、ホグ、エイストと。で、みんなうまいね。一周目、オール全開ということで。かなりね、難しいプランと面白い発想でね、みんな攻めてるんですけど、全員ノーミスです。さあ、そして2周目入りまして、カズマくん、バルキリー28体とね、やっぱ狂ってますね。で、6、1天才でジャンプが入ってっていう形なんですけど、どういう使い方になるんでしょうか。天才なんですけど、お、オデヒーから来ましたね。オーデンヒーラーをやりつつ、ここ、タイチクロスとモノリス。マルチアーチャータワーを降りつつ、クイーンを使って、ここは、6時からスタートしていきました。バルキリーサイドカットも入れつつ、サイドカットユニットがね、バルキリーしかいないですからね。ユニットすべてを、バルキリーにしていったという形。バルキリーからのウォールブレーカーオケで、タウンホールまでの道を作りつつ、ストライカー飛んでくるんで、ここフリーズ合わせていく。打たれる前にちゃんとここフリーズの決断できたのも偉いですね。で、ウォールブレーカー3時、というか4時か、4時の角も入れて、クイーンギリギリでここはインビジブル。タウンホールにクロック合わせることができたので、しっかり追っていきます。あー、ストライカーすごい。これちょっとだるいね、ストライカー。だるい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 。バルキリー頑張れ。うわー、ぶねー。これバルキリー採用で良かったシーン出たな、今の。さあ、ウォールブレーカーから、投石のスプラッシュダメージでクイーンは死んでしまいました。さあ、追加のウォール、バルキリー入れつつ、一気のレイジヒールトーム。レイジからのヒーリングトームですね。で、3時の方は、東海兵士穴開け、キングが12時から入ったところ、残したところ、ロイヤルチャンピオン2時から登場。このバルキリーの2段差のね、時間差つけてからの投入でね、まあ、先行部隊と後衛部隊と、バルキリーって足が速いんで、結構オーデンの輪っかから外れて動いちゃうことも多いので、まあ、こうして2段階に分けていくやり方でしたね。まあ、昔のタウンホール9時代のね、ゴイーバとかもね、こういうバルキリーの2段出しみたいなの、たまにありましたよね。先行部隊と遅れ部隊みたいな感じで、まあタウンホール級はウォーデンいないのでその辺までケアする必要はないんですけど、移動が早いんでね。さあ、これね、なんとめちゃくちゃ残っての全開で最後ポイズン打っていっての GG と、ポイズンあんのよあの大量のストライカー、まあでも早すぎて対応できなかったのかな。ナイス全開。さあ、2周目ダークスター、コウモリ編成ですね。ロケバルコウモリ編成になります。さあ、まずはバルーン使って突撃艦から始まります。まあ、マルチ IT のところに突イエティかな？突イエティ差し込んで、まあ、コウモリ編成なんでね、範囲ダメージのところまずは削ってこうやっていうところ。さあ、イエティの方も伸びていって対地クロス降りつつ、まあ、援軍することもできるのが、この突撃艦イエティの目的の一つにもなってそうですね。バックアドだな。こっち向いてる風で吹いてないんだよな、これ。で、まあ、外処理援軍をというところ。で、ここからバルーンを使って、いろんなところカット入れていくと。まあ、コウモリ編成において、この整地ってめちゃくちゃ大事なんでね。防衛施設どういうルートで殴っていくのかっていうところを作ってあげるのめっちゃ大事なんでね。で、ウィズ島のところがむき出しになったので、これでなんかアイスゴーレムもこの壁につけてあげるとかすれば、ウィズ島のターゲット取ることができるので、コウモリも安全になるよね、みたいなこともできるし、まあ、そもそも外に広がらないように防衛施設をある程度ね、カットしていくっていうのもめちゃくちゃいいですね。さあ、キングのために穴開け使ってあげて、タウンホールをキングで拾いつつ、下側クイーンを入れて、アイスゴーレムいいタイミングからのストライカーさせていく、ロケバル使ってここは、テスラも見えたので、ロケバルちょっとプッシュしてあげたってところかな。ストライカーの。ストライカー強い。で、反対サイドも同じように、ここは多分ポイズンタワーのターゲット拾いたかったやつ、プラス、ウィズ島を先に壊したかったっていう目的かなと思います。めっちゃいいね。
ジャイアントからターゲット取らせつつ、一気のコウモリウォーデンパート始まります。コウモリウォーデンなんて聞いたことない言葉ですけどね。ただレイジも打って一気のトーム、投石機にねかかっちゃうんでね、ここは守ってあげる必要があるということで、トームが必要だったというところです。で、外周部の防衛説に対してロケバルを合わせつつ、コウモリにイーグルが飛んでるな、大変です。あ、かわしたかわしたのは運がいい。今避けたね、イーグル。コウモリの足が速すぎてかわされました。いやー、一気に全滅しちゃうところだったんですけど、危ない危ない。さあ、コウモリが残りの防衛説も削りを入れていって、まあ、負け筋そこですね。イーグルですね。イーグル以外の施設の管理は全部ね、ロケバルだったりとか、いろんなやり方でね、トームだったりとかでかわすことができたんだけど、イーグルだけはどうしようもなかったって感じで、飛んできちゃったのは運が悪かったところ。他にもユニット出てたからね。なんだけど、なんとかかわしてくれて、運がいいのか悪いのか、もはや良いよね。ターゲット据えた上に当たらないなら一番それがいいもんね。プランもめちゃくちゃ良かった。また2周目、星さん、ババアチャ30、30からのヒーラー8、北16。またなんかいろいろやってきそうですね。61天才。6だとどこに打ちますかね。モノリスとかになるのかな。フイヒートでヒーを12時6時交互に置いて、交互というか挟み込むように置きつつ、スーパーバーバリアンを単体でね、防衛施設のとこに当てていくみたいなやり方をまずはやっていく。天才の方は打つとイーグル砲も発動しちゃうからっていうところかなと思ったんですけど、うん、ここはクイーンを巻き込む天才で、対地クロスとマルチ IT のところおりまして、シューターを4時にセットしていきます。で、クイヒーの方レイジ置いてウォールブレーカーつけていきつつ、まあ、シューターの方もね、下側ババーチャ30もいるんでね、迫撃砲のターゲットを拾いに行くようなタイミングをしっかり見ていくっていうやり方になるかなと思いますが、イーグルのターゲットはずっとクイーンで拾えてるのもいいですね。おでんに飛んでくるとちょっとめんどくさいので、クイヒーの方レイジ置きつつ、で、あー、せっかく残してたババーチャのところなんですけど、キャンプね、残しておいたのでババーチャ出すようだったと思うんですけど、ちょっとクイヒーの方が忙しすぎてそれどころではなさそうですね。さあ、まずはここおでひーによってインビジブルターが解除されていくという、なかなか珍しいシーンですね。で、ホグからのロイヤルチャンピオン、このタイミングで投げ込んでいく。さあ、そしてここトームを入れてモノリスをケアしたいような感じだったと思うんですけど、ちょっと早かったかな、ホグを刺すのが。トームのタイミングが失われましたね。あとはもうここアイゴレ処理して、残った跡地のところ、ここでトームを入れていきます。うん、シューターの方ちょっとだけね、珍しく苦しい展開になってますが、もともとのシュータープランも強かったところで、マルチアーチャーターンまでは少しダメージも入りつつっていうところで、外周部からアーチャーを置いて、残りババアーチェが残っているところですが、ロイヤルチャンピオンも能力残ってますね。オーデンはレイジジェム型、ロイヤルチャンピオン、ここでヘイスト薬を使って残った高火力施設を一気に突破しようというところ。で、ババアーチャーの方をこれ外周部で使ってキングを呼び起こしてますね。このロイヤルチャンピオンの新しいギア2つで最後持ってったような感じ、ちょっとね、危ないアタックになりかけたんですが、ナイス展開ですね。ババアチャ30、30という編成ですが、まあ、もはやその辺のユニットをね、余して全開取ったと言っても過言ではない、まあ、キングのターゲット取り続けたっていうかやり方でしたね。まあ、タウンホールが潰れるタイミングでホグ投げて真ん中モノリストームを合わせたかったっていうような感じだと思います。おっさんですら後手後手になるほど忙しいプランというね、まあ、相当難しいことをやってたっていうようなのがね、伝わるかなというところで、多分リキレスだと思うんですけど、ちょっとね、知らないアカウントなんで僕は。おそらくリキレスであろう。アタック2周目、ラストアタックですね。スケルトンインビジブル。4施設をまずは削りから、ジャイバルーンクイーンヒーラーを置いていきます。まあ、ホーミングチェックプラス、この辺ちょっとジャイヒーみたいなことも意識、使っていくような感じなのかな。ターゲットも取ってっていうところでしたが、ヒーラーの方についていきます。ただ、ウォーデンロイちゃん使っていって、
レイジからの一気のトーム、ロイヤルチャンピオンレイジトームで入れていって、クイーンの方もクロークサイテというところ、まあ、いきなり火力の高いところですからね、クイーンも。で、ウォールブレーカー使って、イーグル砲の方まで誘導するような形、うまいね。で、ロイヤルチャンピオンの方は能力発動、ヘイストホグを使っていきます。大量に巨爆が中心あるところ。で、キングの方から投下兵舎使って、キング投下兵舎12時来ましたね。クイーンのルートめっちゃうまいな。イエティ外周部使いつつ、外周を大きく削って、しっかり内側内側をコントロールしていきます。で、ペッカが大量にいる。投下兵舎からもペッカ来てるんでね、めっちゃいる。で、クイーンと当たるとここストライカーも合わせるような使い方をしてあげつつ、タウンホールの方もしっかりフリーズ合わせて、上も下も両方ちゃんと見れてますね。で、外周部ペッカバルーンウィズが来ましたよ、サンジの方で。ここクイーンの方もこれかなり見えてますね。視野広い。この難しいプラン後手に回らずしっかりプラン通り進めれてるのはさすがっすね。で、ウォールブレーカー2枚余りつつ、クイーンを最後まで生かして進ませていって、キングの方がこれで死にましたが、投下兵舎からのスーパーホグがもうやられちゃったかエイジターンに乗ったところで、ただクイーンを最後生かしつつ、ペッカも3時に流してたやつが中心最後届いてくれましたね。ガーソス。はい、ということでね、12対12で両者パーフェクト全開ということで、すごいですね。まあ、当然ね、普段使ってるユニットたちではないので、使用感みたいなところはほとんどね、ないとは思うんですけど、ちゃんとね、頭で思い描いたプランニングっていうところがしっかり実行できるかどうかはね、別なんですけど、その再現度の高さ、頭で思い描いたプランニングがちゃんと成り立つプランなのかっていうところもしっかり、まずできてるところだし、事実ぶっ刺さってた前回とかありましたね。個人的にはね、カズマくんのアタックめっちゃ良かったかなって。刺さり度みたいなところで、なんか斬新さとかそういうのよりも、配置に対する刺さり度みたいなのね、めっちゃ良かったなって思ったっすね。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。